こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。月一払いのやり方がわかりません。月一払いのシステムや支払い方法変更を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。YouTube から質問が来ましたので、回答させていただきます。月1払いですが、メルカリからの 招待状の通知が届かないと利用ができないです。支払いなんですが、例えば1月1日から1月31日までの利用して支払期限は翌月の2月28日までとなります。コンビニ ATM、口座振替でも支払いができます。 月一払いの上限金額がありまして、上限が2万円からのスタートになっています。で、支払う際なんですが、月一払いを選択して支払いしていただければ大丈夫です。ぜひ試してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルをプレゼントします。 なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。登録した際にニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。